強硬ドレナージは、強壁を切開し、強硬にチューブを挿入する医療技術である。主に、何らかの疾患によって、強硬内に溜まった余分な空気、体液、脳胸などの分泌液を体外に排出するための処置として行われる。強硬ドレナージ処置後の主な合併症は、出血、感染、排水種などがある。チューブが強膜空より下に挿入されている場合、 肝臓、脾臓、または横隔膜を傷つける恐れがある。挿入位置によっては、胸部大動脈及び心臓を傷つける危険性があるため、処置には十分な注意が必要である。軽度の合併症では、皮下の血腫、不安、息切れ、咳などの症状が現れる場合がある。ほとんどの場合は、治療が終了して、チューブが除去された後であれば、 ドレナージに起因する痛みは消えるが、肋間の反根に関連する、肋間神経痛などの慢性痛はよくあり、珍しいことではない。現代的な装置の排液系統図カテーテルのサイズ、成人男性イコール2832、FR ピアニッシモ成人女性イコール28、FR 子供イコール18、FR 新生児イコール12、14FR カテーテル先端の、 排液高ポータブルデジタル管理システム、強行ドレナージで用いられるカテーテルは、ポリ塩化ビニルや軟質シリコーンのような透明プラスチックでできている。カテーテル外形サイズは、フレンチスケールをベースに管理されており、外形サイズは6から40フレンチの範囲がある。成人の場合、20から40フレンチで、子供の場合は6から26フレンチが一般的である。 ドレナージ排液装置では、体内の空気、血液、浸出液などを体外へ排出するシステムが備えられている。一般的に用いられている排液装置は、3系統に分かれた密閉タンクを装備し、タンク内の圧力差で排液するシステムが採用されている。第1タンクは、胸部から排出される体液を貯めておく領域である。第二タンクでは空気を逃がし、 また、排液が胸部への逆流を防ぐウォーターシールと、いわれる弁の役割を持つ。患者が、普段の呼吸で空気を吐いたり咳込んだ時に、第二タンクで空気の泡立ちが発生する場合がある。この原理を用い、気境などによって、胸口内に空気が漏れ出ているか、もしくは石灰部に、隙間ができ空気漏れが発生している、可能性を予見できるため、継続的な観察が必要となる。 第3タンクは、吸引と、陰圧制御を行う領域である。このタンク内の水位を調節することによって、強硬にかかる陰圧を管理できる。強硬ドレナー事実の方法は、医学雑誌のネイハムに記載されている。カテーテルの挿入のための石管位置は、イギリス胸部疾患学会によれば安全ゾーンと呼ばれる位置が推奨されている。位置的には、胸部の側方、脇の下から、 首あたりまで中央液化線のわずかに前方の第五六管空が望ましい。切開する際は局所麻酔下で行うことが一般的である。挿入領域上の皮膚は、まず要素などの消毒用液で滅菌消毒する。局所麻酔薬は皮膚及び筋肉に注入し、麻酔が効いてきたら、皮膚とその下にある筋肉を小さく切開し、ここから管を挿入する。 患者の苦痛が大きい場合は、必要に応じて麻酔を追加投与する。管を所定の位置に挿入したら、管が落下するのを防止するために皮膚を縫合し、その領域にを包帯で処置する。処置が終わると、胸部の X 線写真を撮影して、管の位置を確認する。チューブは除去されるべき空気、または流体がある限り、抜去せずそのままにする。また、 缶の挿入中は強い痛みを伴うため、必要に応じて鎮痛剤を処方することが好ましい。ありがとうございます。